毛利義久から1941年12月9日は、長州藩一門画廊である、宇田毛利家の13代当主で、男爵、銀行家。父は、宇田毛利家の11代当主、毛利元助で、次男として生まれる。養父は12代当主毛利親親1871年3月に、親親と、姉夫婦の養子となる。養父親親の没後。 1885年6月12日に、家督を相続し13大当主となり、同時期に養父が峠であった第110、国立銀行の取締役となった。1887年11月、取締役、毛利義久、支配人、草刈隆一の名義をもって、愛知県の三河官宅の築立に着手と、明治銀行史にある。1888年より、 愛知県庁の強力なサポートで、神殿観客と神殿用水路の工事を進めていった。毛利神殿は、たびたびの災害に遭いながら、奮闘努力したが、1892年に堤防破壊による浸水で、多くの死亡者が出たことで、ついに開発を断念した。それまでの経費は40万円とも言われており、明治銀行市に、明治25年、 第百十国立銀行三河監卓事業の砂鉄により巨額の損失を生ずとある。吉久は、毛利神殿に関わるすべての権利を1893年4月に、初代、神野金之助へ、損失額の約1、10の4万1000円で譲渡した。神野金之助は、毛利神殿の設計を踏襲し、工事に工夫と堅固を加えて完成させ、1896年に、 神の神殿の観光式を行った。吉久37歳、1897年に父、元助の遺構により男爵を授けられ、1902年11月には聖四位を追贈せられた。吉久は1904年から1905年の日露戦争に際しては多額の軍費を懸納したことにより、金杯を可視されている。晩年は悠々自適。 家計演芸を楽しんだが、1941年12月、82歳の老齢で逝去した。ABCDEFG、人事更新録、第8版も5ページ。2020年3月13日閲覧。ABCDEFGHIJ、平成新週休家族家計体制下官、733ページ。ABCDEF、 開校20周年記念東三河産業功労社殿モーリーと与ヒサヨハシ市立商業学校1943年山口銀行山口銀行市渋沢社市データベース山口銀行山口銀行市渋沢社市データベースハット ABCD 神の神殿記事神の金之助明治37年7月山口銀行 山口銀行紙、渋沢社市社データベースハット ABCDE、人事更新録、第9版も5ページ。2020年4月1日閲覧。ありがとうございます。